鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔体が目って、あいつはいいの。そこに壁があっただけなのに生まれてしまった。魚だけかな。僕らはみんな自由なんだから。 君も愛そうよ。何を犠牲にしても、それでも君を守るよ。間違いだとしても疑ったりしない。正しさとは自分のことを強く信じることだ。 雨が降り散る情景、テレビの中映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな凶暴、関係ない知らない国の話。それならなんであいつに組んで黒い気持ち隠しきれないわけ。説明だってできやしないんだ。僕らはなんて矛盾ばっかなんだ。 気づいたんだ。自分の中心には窓の裏、犠牲の中心には窓の裏。 ありがとうございました。